レスリアッシュ・バーナーはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックの110メートルハードル走で銅メダルを獲得した。コーネル大学在学中に彼はセントルイスオリンピックの110メートルハードル走に出場することになった。この競技には開催国アメリカ合衆国及びオーストラリアから8人の選手が出場した。 ただし、優勝候補の一人と目されていたエドウィン・クラップは、フランシス・フィールド競技場に現れなかったため、残りの7人のみが4人と3人の組に分けられて、予選に出場し、各組の上位2名が、同日の決勝に進むことになった。アッシュバーナーは、予選1組で同じく、アメリカ代表のフレデリック・シュールに続いて2位となって、決勝へ挑んだ。決勝ではシュールが16秒0で優勝し、 やはり、アメリカ代表のタデウス・シデラーが0.3秒の差で続いた。アッシュバーナーは、シデラーに0.1秒の近差で及ばず、銅メダリストとなった。1906年に大学を卒業したとき、彼は、クイルダガーの一員に選ばれていた。後には、コーネル大学の殿堂入りを果たしている。109.728メートル。 アスレチックス・アット・ザ・1904ストリート・ルイス・サマー・ゲームズ・メンズ1 1 0ターズハードルズ2011年3月4日、閲覧。クイル・ダガーは、1893年に創設されたコーネル大学の学生友愛会で、成績優秀なものや際立ったリーダーシップを示したもの、人格的に優れたものなどが入会を認められていた。 コーネルユニバーシティホールオブフェーム2011年3月4日、閲覧。ありがとうございます。